はい、それでは今回はイチローさん特集第2弾というところで、バッティングでイチローさんならではという特殊な技術について取り上げて解説をしていきたいと思います。はい、それでは早速1つ目の優れた点について解説をしたいと思います。1つ目はですね、この逆方向へのバッティングがテーマです。この打席で見ていきたいんですが、逆方向に打つ際に注目していただきたいのは、この当たっているポイントです。このポイントについて解説をしていきます。この状況どういうことかというと、注目すべきはですね、この手の位置とこのインパクトしているボールの位置の位置関係なんですけど、バットがまあこういう角度に向いてますので、あ、逆方向に飛ぶんだなっていうのがよくよくわかると思います。この打ち方ですと、メリットとしては長くボールをこう呼び込むことができるので、じっくりボールを見てこの目から近いところで打てるので、ヒッティングできる確率が上がるというところがあります。でもう一つ、それを逆にデメリットとして捉えるならば、この先ほど一つ目に言ったこの位置関係ですね、がヘッドがまだ少し返る前に当たってます。これは逆にイチローさんの場合、わざとヘッドが返る前に当てて逆方向にレフト前に落ちるようにわざと打っているような打ち方なんですが、この打ち方をすると、まあレフト前に落とそうとしているからこそなんですが、距離が出ないというのがあります。これはヒットを打っていこうという選手にとってはあえて選択してやっている打ち方なんですが、逆に考えて逆方向にこう長打を打つようなバッターっていうのは、インパクトゾーンがこの手の位置に対して前になってきます。要はバットがこういう向きですね、手がここ、インパクトがこの位置というヘッドが加速したところで当たることによって強く逆方向に飛ばすことができるんですが、まあその分体から距離が出ますので、ミスショットもまあ増えるっていうことになりますので、距離を取って率を、まあリスクを犯して犠牲していくのか、距離は減るけれども、このイチローさんのように体の近いポイントですね、バットを変える前にわざと当ててリフト前、三遊間、そしてサード線というようなヒットゾーンに飛ばそうとして打っていくのか、これはまあ技術の選択の違いで、どっちがいいとか悪いという問題じゃないんですけど、イチローさんの場合はヒットを打つタイプの選手なので、そこを意図してやっているというのがよくよく現れている、打席になります。この位置関係でボールをインパクトできる技術が高打率を長年続けてこられた技術の一つかと思います。この点が今回の一つ目の優れた点になります。はい、それでは2つ目の優れた点に行きます。2つ目はですね、この打席で見てみたいと思います。高めのストレートを高いフライでホームランにした打席です。はい、それではこの角度から見てみたいと思います。この先ほどの打席になります。これで注目していただきたいのは、ここの時のこの前足ですね。後ろ足に対してこういう向きを取っています。つまり踏み込んでいってるわけです。いわゆるクロスステップのようなベースに向かって近づいていくステップを取ります。ここについて見ていきたいと思います。構えの時点では
こういうように左足に対して右足を後ろに引いているオープン気味の構えなんですが、足を上げて降りる間にこれだけ前で、なおかつ内側ベース寄り側に踏み出していきます。分かりますかね。これだけ踏み込む人っていうのもかなり特殊なんですが、これをやると結局何が変わってくるのかっていうところなんですが、こうするとですね、体の向きも当然こういう向きになってきます。いわゆる開きの真反対なので、閉じているような形になります。これに対して打つときにこのように下はその位置で我慢したまま上がこう返ってきて打つような形になるんですが、単純に開きにくくなるっていうことが一つあります。そしてですね、この方向に踏み出すことによって、第1弾でやりましたイチローさんは体をひねりながら打つタイプです。下がこっちに、後ろの足はこっち、バットはこっちみたいな形で体をひねり方向に、反対方向にひねりながら使うということを第1弾でやったんですが、そのひねりがより強くなる。これはご理解いただけますでしょうか。前足が逆に開いた位置にあると、この時点ではまだこうクロスしてこないので、ここに関してひねれないんですね。これがこっち方向に踏み出すことによって、ここで体がひねれてくるんです。自分の体がうまくひねってヘッドがこう返っていくポイントを理解されているので、それをこのゾーン、インパクトゾーンに合わすためにこのように内側に踏み込んできて、実際こういうポイントで打つ、ひねれるポイントで打つっていうところを意識されています。これかなり引っ張った角度の打球なんですけど、最初のスタートの位置の踏み出しがこうこれだけ内側に行くので、かなり引っ張ってもフェアゾーンに飛んでくれるっていう利点も出てきます。この踏み込むことでひねれるポイントを作ってフェアゾーンに飛ばしていく技術が2つ目の優れた点になります。それでは3つ目の優れた点に行きたいと思います。3つ目はこの打席で見てみたいと思います。低めの球ですね、こう沈んでいく球をうまく拾って打球を上げて、これはショートの頭をうまく抜いていく打球なんですが、ヒットにしていくと、この打席で見てみたいと思います。はい、この角度で見ていきたいんですが、ここからですね、ここで低いと判断した時に何をするかというとですね、これトップがいわゆる変化球で遅くなるので、崩れそうになるのを我慢して我慢して我慢しているんですね。ここです。注目すべきはこの時のこの体の向きですね。全く開かないままここからここまで向かっていきます。わかりますかね。ピッチャーに対してお腹の方、おへその方を見せないまま、この横向きのままトップからこのインパクトまで持っていっている、このところに優れた点が隠されています。この向きを維持し続けることで、もともとイチローさんはヘッドをこう返していくタイプなんですが、返さない、あえてバットがこう遅れていっている状態ですね。この時点でもずっとこう遅れていっているんですが、ここでギリギリこうバットがポンとここからここに、ここからここだけの加速で打っているような形なんですけど、ここまでは大きな加速をせず、どちらかというと弱い打球をわざと打つような形でトップのままずらしてずらしてずらして、こっからだけでポンと
合わせていくんですが、その前までは一切前を向かないんですね。そしてヘッドを返さないっていうことです。前の手がこうリードしていくんですが、常に前の手がリードした状態でできるだけインパクトをしていく。こうすることによって、まあ、これがボールであったら、これ正面、例えばボールがこう向かってくるとした時に、この内側のゾーンを打つことで、まあ、逆方向気味に飛ばすことができるんですが、いわゆる引っ掛けないようにバットをこう、こっちの向きにやるとバットがこう動いて引っ掛かるんですが、引っ掛けないようにこっち側の面にアプローチをして、こっち側に打球を飛ばしていく意識を持っているので、このようにボールの内側をインパクトして逆方向にうまく打つことができています。こうすることで一個ここが体が前向くと、これセカンドゴロになったりするようなコース、難しいコースでピッチャーからしたらうまく投げてるコースなんですけど、それをゴロを打たずにボールの下にバットを滑り込ませて打球を少し上げることで内野の頭の上をわざと抜こうという打球を打っています。このまま変に強く振るとですね、中途半端に打球が伸びて外野の定位置まで飛んでしまうので、それを避けるためにあえてスイングスピードを弱めながらポンと合わせて、ちょうどヒットゾーンに打とうとして打っているのがよくよくわかると思います。こういう細かい技術ですね。横向いたままスイングスピードをわざと速くせずにボールの内側にポンと合わせていくと、この技術が低めの球を打つ、イチローさんの、まあ、天才的なバッティングにつながっています。これが3つ目の優れた点になります。